オーストラリアにおけるオーストララシアの概念。オーストラリア大陸、ニュージーランドとメラネシアが含まれる。オーストララシア、またはオーストラレーシアは、オーストラリア大陸、ニュージーランド北島、ニュージーランド南東、ニューギニア島及びその近海の諸島を指す地域区分である。この言葉が指す範囲は、地政学的、地質学的、生態学的など、使用される分野によって異なっている。 オセアニアの地域区分シャルルド・ブロスは、著書、南方の地高海史においてこの用語を初めて使った。それは、ラテン語で、アジアの南という意味であり、ポリネシアや太平洋の南東部と区別した。オーストラリアでは、オーストララシアには、オーストラリア、ニュージーランド、ニューギニアとその近隣の太平洋の島が含まれる。ニュージーランドでは、この言葉は、 オーストラリアとニュージーランドの2カ国及びかつてのニュージーランドの俗領のことを指す。2種類のオンライン版、メディアムウェブスター時点では、オーストララシアをオーストラリア、ニュージーランド、及びメラネシアと定義している。アメリカヘリテージ英語時点オンライン版では2つの定義が掲載されている。1つはウェブスターと同じ定義であり、もう1つはオセアニア全体を指すものとしている。 オリンピックで使用されたオーストララシアの旗畑箱においては、オーストラリアとニュージーランドのスポーツの混成チームに、オーストララシアの名称が付けられたことがある。例えば、1905年のテニスのデビスカップ、1908年ドンドンオリンピック、および1912年ストックホルムオリンピックの下級オリンピックなどである。ありがとうございます。